はい。えー、どうも皆さん、こんにちは。えー、今日はですね、久しぶりにいいお知らせがあります。えー、ソニーのね、えー、天体改造 α7R4。えー、以前からずっとね、あの動画にさせていただいておりますが、その後ね、どうなったのということなんですが、まあ実はね、水面下でね、何度かテストして、テストしては失敗してってことを繰り返して振り出しに戻り、で、またね、まあとある業者さん、ちょっと今、あの名前は伏せて、 させていただくんですけども。とやり取りさせていただいて非常に強力なサポートいただきでまあようやくですねまあそのテスト結果今私これ今フォトショップで見てるんですけどいやもうね完全に改善されているということですね。そもそも私まあ何ヶ月か前にちょっと忘れたんですけど衝動買いでまあ私 α7R4 持ってるじゃないですか。それとは別に まあネットで売っている改造 α7R4 みたいなね赤い線が映るよっていうそれを25万だか8万だかではい衝動買いしたんですよでまあ意気揚々とねシステムバチッと組んでで近場でテストしたらもうがっくり全然映らないって全然ねそのまあ要は改造なしのね私がもともと持っているやつみたいな製造の映り方しなくて。 はい。で、も本当にがっかりでね、しばらくね、立ち直れなかった。はい。もう、あの、精神的にね。まあ、高い買い物じゃないですか。カメラもね。で、それでもう、いや、これ修復のめどが立たないのかなって、うん、思って悩んでいたら、まあ、とある方にね、救われまして。で、まあ、何度かやり取りして、私もテストして。で、ようやくですね、今日、そのね、えー、方に撮っていただいた、 わざわざね、撮っていただいた星の作例で、まあ、改善したね、ビフォーアフター。はい、というのを今、こうやって今、フォトショップで見てるんですが、まあ今回はね、ちょっと、あの、私が撮ったものじゃないんで、はい、公開はしませんが、いやー、これはね、はい、来ましたね。はい、ついに、ついに来ましたね。赤外の、要はまあ、赤い星雲が映るし、で、6100万画素 7R4 の解像力も活かせるしでかつ GM レンズのね性能も活かせるとはいもうこれがね全てもうクリアにはい解消したかなってああいうところで,で近々ですねまあこのカメラまた送っていただいて私自身がテストしたいとまああのちょっと前になりますがあの星空撮影用のシステムってねバチッと組んでドヤ顔でね あの時はね、ものすごく元気だったんですよ、私は。ですけど、肝心のカメラが、肝心のカメラがね、はい。もうね、それでね、一気にモチベーションが下がってしまって、ああ、もうこれは無理だなって。ああ、なかなかね、天体でこう、これやりたいって思ってもね、つまずいてしまって、もうダメなんかなって。諦めかけていたところ、はい。なんとかね、救われそうな、はい、状況なんで、まあ、嬉しくなって、 はい、ご報告させていただきたいと思います。まあ、次はですね、私が実際にフィールドでテストしてで、その結果をですね、また皆さんにお見せしたいと思いますんで、続報ですね、ぜひまたご期待いただけたらと思います。もうね、とにかくね、水面下でメラメラとね、その天体写真をこういうレンズでこんな感じに撮りたいっていうイメージばかりがね、はい、僕の中で今高まっていますんで、ぜひ、 ご期待いただけたらと思います。本日は以上です。ありがとうございました。